どうもエルザです。それではラストオブアスパート2やっていきたいと思います。5号線ね。さあ5号線アビーの居場所を吐かせる。ダークショー、5号線はこっち。物資がなぁ。絶対たどり着く。まずは病院まで行くって感じかな。テープとハサミ欲しいね。弓矢作っときたいしね。矢を補充したいよね。病院にはどんだけウルフがいるんだろう。ランディスタイルズ、ランダルスタイルズ、知力めっちゃ高い。アパートなんだ、ドクターの。さ、テープ。ないよね。多分こっちかな？いや、倉庫か。リボルバーの弾。パーツ。こんなもんかな。よ、こっちではない。よし、一歩前進。でも病院どうだろう。敵地に乗り込む感じかな。ちょっと待ってね。40ある。ちょっと待った。最後のやつは手に入っ、まあ弓持ってるからね。おぶ、あーこれぶっ放してー。ぶっ放して入る感じだね。うわー嫌だな。バリーンって割った時点で来そうな気はするけ。
さあ弾切ると、なんか持ってるね。ウッズへ、脱走兵のリスト、ジーソー・ホアン、アンドレ、クリス、アダム。アダムはさっき出てきた名前だよね。彼らが盗んだ物資には武器も含まれている。気をつけろ。生け捕りが望ましいが自分の位置を大事にしろと。アイザック。なるほど。んじゃ物資はあるかもね。瓶ばっかりだね。ここも開けれる。布とパーツ。んじゃあ奥行こうか。いや、あんだけ音がしたら分かるだろう。サプリメントゲット。あら、思ったより物資ない。とりあえずこじ開けれるものはないからこんなもんかな。よし、パーツとサプリメントって感じだね。ダメか。物色させてもらおうと。いやー、さっきのルートが正解か。なんかそんな感じだね。いやいや、音はビビるって。あれかな、やっぱさっき、まあ一つ前がかなり消耗するところだったから回収系になるのかな。お邪魔しまーす。いや、まだまだ回収するね。いや、回収しかしてね。すっごい、この町物資だらけ。いや、ほんとだよ。まあ、物資がそんだけあるってことは、それだけ人もいたと思うんだけど。あー、きっと。やっと改造ができる。へえ、今日か。痛い。
あんなとこに戻るか。急に出てきたね。これわざとなのかな。うわー、いって。はい。あんなところに二度と戻るかって言ってたね。反対の部屋にいたってことか。ああ、じゃあこいつらか。物資を持って逃げた裏切り者は。いやいやいや、改造中は困るって。低速度、安定、ブレ。多分これでだいぶ当てやすくなるんじゃないかな。これやばくね？距離計が出るんだ。なんかつけてるね。あー、なるほど。ね、弓を引く速度上げて、弓はもうこれで完璧かな。うん、もう多分これ評価できないね。よし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 。おお、引きも早えわ。これで、反対の部屋が開いたんじゃない？メリッサ、あなたが私たちに合流すると決心した時のためにこれを残しておくわね。夜明けとともに私たちは隠れ家を出ると。南に向かってあの噂の真相、真偽を確かめるつもり。アイザックの狂信主義よりは希望のあるデタラメの方がずっとマシと。ウルフだと思ったわけ。ああ、やっぱウルフから逃げしたやつらか。待って、今サバイバルガイド。うん、なるほどね。有機化学だ。爆薬。ああ、爆発物、爆発物爆発や。あー、これいいな。サプリメントが手に入ったからね、今。ああ、この辺りからはなんか作るやつはちょっと考えていこうか。爆発や。はあ。
もっと慎重にね。施錠中ね。全然慎重な感じしない。こっちはハサミ。金庫か。健康診断30周年避難。あ、なんかあった。荷物は全てまとめたけど、フェドラのみんなをバスに詰め込み始めて、しかもあなたは行方知らずと。金庫を少しだけ持ち物を隠しておいたから心配しすぎかもしれないけど、このところフェドラの隔離のためとか言って押収していると。もう30年も経ったけど日付くらい覚えてるわよね。あ、そういうことか。13から30引くのかな。ああ、30年ってか、キモやったか。よし、ゲット。じゃあ、行きますか。いやー、金庫大変だった。で、こっちだね、攻略はね。病院発見。くそ、思ったより遠い。いや、ほんと遠いよ。なんとかセンター。まあ割るっしょ。割らないとね。特にはって感じか。なんかどこも落ちたら痛そうなんだけど。こうかな。でそこは開けておこう。あ、施錠か。
こっちではない。あー、なんかこっち嫌だな。いやー、多分今のところだろうなー、進むのは。よし、これで侵入完了。パーツ多いね。いやー、なかなか苦戦してるよ今回は。何回前の配信だっけ。今まとめてメンバーさん限定で先行でやってるけど、2話ぐらい前の時、多分10回ぐらい死んでるもん。ダイジェストになってると思うけどね。いやー、久々にあんなしんど。さすが死にゲーと言うべきか。あー、モルトフも使えってことか。いやー、ほんとね、1も難しかったけど、2はさらにって感じはあるね。うん、ここくさ。ああ。止まった。誰もいない。さっきみたいに調べてたら来るとか言え。そうだよね、意外とハサミよりテープ使うんだよね。こいつウルフか。いい君。ビビった。ちょ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 。どこ行った？どこ行った？あいつ。そっち側に行ったってことか。まずいよね。うわー、なんかまずいっていうレベルじゃなくなってきてる気がするけど、何、新種出てくんの。ひどいやられっぷり。そこ入んのか。ストーカーだ。ストーカーか。出口を探さなきゃ。あの隠れるのがうまいやつだよね。嫌だなぁ。どうやったら出られんの。そんな隠れファンは嫌だなぁ。マジか、マジか。ここで久しぶりにその名前聞いたわ。
となしいと言っても、いるね。確かね、ストーカーね、索敵対象ならないんじゃだっけ。心臓悪いから嫌なんだよな。はい。避けてる。痛いって聞こえた。マジストーカーは厄介。どうしろと。なあストーカー、隠れ方うまいんだよね。あ、僕はもう堂々としたファンの方が。いやー、ストーカーに気をつけよう。いやー、マジで。どっちこれ多分永遠に来るパターンじゃないかな。回復しとこう。いやー、道理で銃がいっぱいあったわけだね、弾がね。意外と ほとんど始末したかもしれないね。もうほんとね、堂々としたファンの方がありがたい。
いや、ずっと隠れて声だけ聞こえるってなかなかえぐいからね。よし、行こう。うわ、ショットガンの弾このために置いてあったのか。あれ？あっちだね。陸にしては高さ足りる？多分泳いだら流されてゲームオーバーでしょ？ほい。下だね。中に戻らなきゃ。嫌だな。よし、通りを目指そうと。いるね。はあ、ショットガンね。うわ、どっちから行くべき？その問題はさ、シャンプナーがいるかどうかだよ。あのでかいやつね。正面ね、一人いるんだけど、あそこ隠れてたんだけど、今チラって見えたよね。ほらチラって。ほらいたー。で、ヘッドショットだと弾が回収できるらしいから、よしよしよし。音立てると来るからな。いや、マジ綺麗に当たったな、この子。チラ見禁止やね。どっかに出口あるはず。ん？なんか今変な音しなかった？あー、やっぱあれか、ショットガン調子に乗って使ってたらフリッカーが一気に来てたわけか。
わ、怖っ。ねえ、ちょっと前までめちゃくちゃ撃てる環境だったもんね。ちょっと嫌は、このまま待とう。よし、行くよ。やばい、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 チール、キッキッ。うわー、ストーカーさん、この流せっての。あ、結局落ちるんか。下水道コース、てかどこだ今エリー。シアトル最悪。ああ、一応大丈夫かな。シアトル流の歓迎じゃないよね。怒られるわ、そんなこと言った。さて、木の棒をゲットしたけど、あー、そういうことね。玉米といって、入ってる入ってる入ってる、よし、 OK。 何の音なんだろう、今ギーって音がするんだけどさ、水道管の音かな。さっさと出よう。出よう出よう。え、出れる？そもそもアイテムないね。よし。それでここ一体どこ。なんか施設には入った。よし、ライフは大丈夫。こっちはいけないか。出るとどうなってるかな。今はここでしょ。んで、病院はここか。うわ、結構流されたな。公園か。よし、じゃあ今回ここまでにしましょうか。ちょっと探索多かったけどね。
公園か、なんか嫌な感じしかしないな。なんか突き抜けていくっていう、あれこれさ、もしかしてだと思ったんだけど、これラスアス出た時の PV の場所じゃない？なんかそんな感じがする。あーってことはそういうことか、そうなってくるのか。そしたら今回ここまでにして、またあれだね、時間を見てやっていこうかなということで、動画を見てる方はここまで、メンバーさんはそうですね、最後また話して終わりたいなと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃまったねー。